株式会社理工は事務機器、工学機器などを製造するメーカー。主な製品は副社機、ファクシミリ、レーザープリンターやそれらの複合機、カメラである。創業者は市村清理工産愛グループ産愛会創始者でもある。1936年2月6日に理科学研究所で開発された副社機用観光誌。 利権用が観光紙の製造販売の目的で、理化学工業から独立し、利権観光紙株式会社として、東京、銀座に設立された。従業員33人での出発で、創業者の市村清は、人を愛し、国を愛し、勤めを愛すの、三愛精神を創業の精神として掲げた。この三愛はグループ会社の社名の由来ともなっている。 1938年3月、利権工学工業株式会社に社名変更。利権工学工業時代の王子工場は、観光資製造の主力工場で、カメラや双眼鏡も製造していた。戦後の財閥解体による利権コンセルンの解体を経て、事業の多角化に伴い1963年に現社名となった。副社企業観光資製造事業から出発し、 戦前からカメラを製造していた老舗カメラメーカーでもあるが1955年にリコピー1号機リコピー101を発売して事務機器分野へ進出以降カメラなど工学機器分野と副写機など事務機器分野の日本柱を中心に事業を展開し1977年4月には業界で初めてオフィスオートメーションを提唱した応機器分野では 販売の利口とも呼ばれるほど広く厚い販売網を持っており、都心の大型ビル等では毎日利口の営業マンが目を光らせているとも言われるほどである。商店や小企業にも強く、過去にはパソコン、マイツール、ワープロ専用機、マイリポートといったこのターゲットに特化したヒット商品も放った。かつては各都道府県に一つは販売主会社を持っていたが、 2004年から2005年にかけて、それまで都道府県ごとに存在していた反射を、地方ブロックごとに統合する作業を進めた。2005年10月1日付より、新 CI ロゴを制定し、社名フォントも一新した。2015年から国内において、建物内の全面禁煙を開始した。社員に対しては、出張や移動中など社外であっても、就業時間内は、 禁煙が義務付けられた。また禁煙を支援するため独自の補助制度も新設した。2017年、MIT が監修する MIT テクノロジーレビュー史において、2017年で注目すべき10個の革新的技術の一つとして、360度時、取り技術の中で、コダック等の製品とともに、利口の利口ーシータ S が紹介された。本社は、 元グループ会社の三愛と共に、長年東京、銀座にあったが、三愛を分割、売却した後、首都圏事業所再編の一環として2017年末限りで引き払った。2018年1月5日から、創業の地である、大田区、仲間米のまご事業所を、本社事業所と解消して移転した。なお、銀座のビル、三愛ドリームセンターは2006年より、利口が、 広告紙となっており、このビルには理工が運営する、ホトギャラリー、リングキューブが設置されている。桜井正光までは、日本官僚制総合時点、1868から2 0 0による。過去に、ジア座式や電子写真式の副写機では、国内で圧倒的なシェアを持っていたため、同社の商標、リコピーは、副写機の事実上の代名詞であった。 副社機のデジタル化では先陣を切り、カラーコピーが主流となった今、国内でのシェアは、カラー、モノクロで、総合主位である。スモールオフィス向けの小型複合機やファクスでも高いシェアを持つ。1990年代以降は提携、買収による事業戦略の強化を進めており、2001年には、米欧米機器反射レニエを子会社化し、海外事業の販売力を強化。 2004年には、日立製作所の大型プリンター部門を分社化した、日立プリンティングソリューションズ株式会社を有効的買収により子会社化し、大型業務用プリンター事業に参入した。2007年には、米、IBM の大型業務用プリンター事業部門を買収して、同事業の強化を推し進め、OA 関連機器事業全体の収益増を見込んでいる。 2008年8月27日には、米国の独立系大手事務機器販売会社アイコンオフィス、ソリューションズを買収すると発表した。2010年代には、複合機の生産拠点を中国の上海市と新鮮に置き、アメリカをはじめとした海外へ輸出を行ってきたが、2019年、米中貿易戦争が激化したことを契機に、大の拠点へ生産移管を始めた。 カメラの老舗でもあり、戦前はライカにハムを取り独自の機構を盛り込んだ、五国リコールシリーズ等の高級カメラから、各種ジャバラカメラや 35mm フィルム仕様のコンパクトカメラの先駆とも言える、オリンピックシリーズ、各種ベンカメラ等の中級機から大衆機までを手広く製造した。戦後は構造を単純化し、製造を容易にした。 リコーフレックス3が安価でよく映ると大評判になり、一時は店頭に行列ができたりプレミアすらついたりと爆発的な売れ行きを示し、国産にガ眼レフカメラの大ブームの火付け役となった。リコーフレックスはその後次々と改良、シリーズ化され、高品質大衆カメラのリコーという印象を消費者に植え付けた。一眼レフカメラの時代には、 極光学のカメラと互換性のあるプラクチカマウントや K マウントを採用したカメラを発売している。1978年にはレンズ込み39,800円と画期的な低価格を実現したリコー XR500 を発売、リコーのサンキュッパのテレビ CM を流して宣伝した。それまでプロカメラマンやマニアが持つものであった一眼レフカメラを普及させ、 一眼レフ最低販売記録も作られた。XR シリーズはその後も改良が続けられ、ロングセラーとなり、1980年には、世界最軽量の AE 一眼レフ、リコー XR7、世界最軽量の一眼レフ用標準レンズ、XR リケノンカイ2が発売。翌1981年に発売された、リコー XR6 と、 AA フリケノン50メートル MF2 レンズのセットスクープアイは世界初のオートフォーカス一眼レフカメラとなった。また同年発売されたリコー XRS は世界初の太陽電池搭載一眼レフカメラである。高い性能と比べて廉価な価格はアマチュアカメラマンの支持を得ており同時に先進的な技術への挑戦を重ねているメーカーでもある。 デジタルカメラ時代になってからは、コンパクトデジタルカメラのエントリー期として2001年から2007年まで、キャブリオシリーズ2005年からは、高級コンパクトデジタルカメラというジャンルを開拓した、グレーンデジタルシリーズを発売。2011年10月、ホーヤより、ペンタックスイメージングシステム事業を買収し、ペンタックスリコーイメージング株式会社を完全公会社として発足させた。 ペンタックスのブランドとデジタル一眼レフ機の軽マウント機や645マウント機、ミラーレス一眼カメラの Q マウント機などの多マウント展開を活かしコンシューマー向け製品やサービスの強化に取り組む方針を打ち出した。2012年4月1日、リコー及びペンタックスの双方のブランドのコンシューマー向けカメラ事業がペンタックスリコーイメージング株式会社に集約された。 半導体部品においては、かつて、ファミリーコンピュータ用の LSI を製造していたほか、フォントパッケージ、トルータイプワールド、バレファント d に、も製作。両日の明朝からだ、ゴシック体をトルータイプフォント化したものが、日本語版、マイクロソフトウィンドウズ搭載の MS 明朝、MS ゴシックになっている。2003年、カナダトロントに位置する、 CNE コロシアムのリニューアル時に命名権を獲得し、リコーコロシアムとなった。当地は北米のプロアイスホッケーリーグ NHL の下部組織にあたるあるに所属するチームトロントマーリーズの本拠地となっている。また2005年にはイギリスのプロサッカークラブであるコベントリーシティ FC のホームスタジアムの命名権を獲得し、リコーアリーナと名付けられた。当地は スタジアムのほか商業施設やホテル、会議場、展示場なども要する大規模複合施設である。音楽配信を行う株式会社フェイス、ワンダーワークスのギガパークのルーツは、旧ギガネットワークスである。ギガネットワークスは、理工の通信機器ノウハウを活かして、通信カラオケ市場に参入。後に通信カラオケの曲データを用いて着メロに参入後、 市場激化のため通信からオケ事業より撤退して着メロ事業に一本化した。その後3愛グループ配下を経て2006年4月にフェイスが買収した。しばらくロゴは当時のまま使用していた。2009年4月に株式会社デスペラードと合併し、株式会社フェイス、ワンダーワークスに社名変更した。現在、リコーグループとは無関係である。 2011年より、将棋の女流棋戦である、女流王座戦を主催しており、日本将棋連盟と共同で寄付の自動記録システム、リコー AI 自動記録システムを開発している。2020年5月16日の女流王座戦一時予選で、初めて運用され、翌2021年1月29日からは同じく、女流棋戦である白、零戦でも運用が開始された。 慢性的な記録がかり不足解消やコロナ禍における感染症対策の一環として期待されている。2021年4月1日よりリコー AI 自動記録システムの運用を広ロス株式会社へと継承することになった。2017年末までは中央区銀座に本社機能を置いていた2011年末に同社が一部従業員に対して発した出向命令を不当として その効力を争う訴訟が提起された。裁判所による審理を経て、2013年11月に出向命令を無効とする判決が下され、以後会社と従業員との間で再配置への協議が進められていたが、2014年10月、社員が加入する東京管理職ユニオンにより、会社側と命令を撤回する和解が成立したことが公表された。利口は、社員の能力を 最大限に発揮できる職場配置を行い、さらなる事業成長に取り組んでまいりますとのコメントを公表した。ありがとうございます。